美味しそうに出来上がりました。体に染み渡る美味しさです。その姿にとても感動いたしました。皆様こんにちは。 JAL ふるさと応援隊島根県担当の三好です。本日は島根県宍道湖産のしじみを使った水炊きを作ります。しじみのエキスがたっぷりと入ったお鍋は体にもよく、忙しい時にはおすすめのメニューです。ぜひ最後までご覧ください。こちらが本日の主役、島根県宍道湖産の大和しじみです。とても粒が大きく、旨味がありコク深く、とても美味しいです。では早速始めましょう。まずはこちらのお豆腐を切ります。お豆腐はこのように一口大に切ります。次にこちらの大根をスライスしてまいります。スライスしやすいように最初に縦半分に切ります。4分の1に切りスライスしていきます。このように薄くスライスすることでしゃぶしゃぶした時にすごく口当たりのいい大根になります。私は家族でよくお家でお鍋を囲んでいたんですけれども、最後にはお米を入れて卵とじにして雑炊にしたりですとか、とても思い出の深いお料理ですので、今回は島根県でよく食べられているお鍋をご紹介しようと思い、こちらの水炊きをご紹介させていただきます。次は水菜を食べやすい大きさに切ります。だいたい5センチくらいに切ります。次は舞茸です。食べやすい大きさに裂きます。舞茸はとても香りがいいので、お鍋に入れるのはすごく好きな食材です。こちらのえのきも切ります。こちらも食べやすい大きさにパラパラと切り分けていきます。この後鶏肉を切っていくんですけれども、包丁を汚さないようにお野菜を先に切りました。では鶏肉を切ります。鶏肉を入れると油が出るので、コク深く美味しいお鍋になります。タンパク質が豊富ですので、体にいいお鍋という意味で私は鶏肉を選んでいます。こちらの皮が苦手な方は皮を取り除いてもいいかもしれませんが、私は焼き鳥などでも皮が好きなので一緒に切ってしまいます。お鍋は少し大きい方が美味しいかと思いますので大きめに切ります。ではお鍋に昆布と日本酒を入れて中火で煮立てます。こちらが島根県の日本酒です。日本酒を入れることでとてもコク深く仕上がります。料理酒ではなくて、もう普通に飲める日本酒なんですけれども、島根県の日本酒は本当に飲みやすくて癖のない味なので、お料理にも適しているかと思います。では中火で煮立てます。はい、では沸騰しましたので、こちらに本日の主役のしじみを入れてまいります。こちら 600g で多いように感じるんですけれども、しじみを多めに入れるととても出汁がよく出るので、たくさん入れていきます。しじみはタウニンという肝臓にいい成分が豊富ですので、とても健康によく、ちょっと疲れた体にも効きます。でしじみを入れましたら口が開くまで待ちます。もう入れたばかりなんですけれども、すでにいい香りがしてきます。しじみの口が開きましたので、お醤油と塩を入れて味付けします。この醤油もですね、島根県の醤油を私が持参しまして、島根の応援隊をするようになって島根県の醤油をいただきましたら、
本当に酸味がなくて甘くてとても美味しいんですね。これ再仕込み醤油といって、一般的なものは1回仕込むだけみたいなんですけれども、こちらの再仕込み醤油は2回仕込むことによってコクが出てまろやかになるそうです。次に鶏肉を入れます。次にこちらの島根県の板わかめを入れます。この板わかめは生のわかめを板状になるように並べて乾燥させたもので、こちらのわかめ自体には味付けはされていないんですけれども、わかめ本来の持つ塩分と旨味によってとても美味しく召し上がれます。地元の方はこの板わかめをそのままくしゃっとご飯の上にふりかけて、ふりかけのようにして食べたりですとか、お味噌汁にして召し上がる方もいらっしゃるそうです。お野菜を入れていきます。島根に行くようになってからしじみのお料理を何回か食べたんですけれども、一番美味しかったのがしじみの酒蒸しですね。たまたま入ったお店でおすすめメニューとしてありましたので、食べてみたら本当に美味しくて、多くのお店でしじみのメニューがおすすめメニューとしてありまして、なかなか東京とかですと食べることができなかったりするものもあるので、地元ならではということで積極的に食べているので、皆さんもぜひ行かれた際はしじみのメニューを選んでみてください。ではすべての材料を入れましたので、蓋をして煮立てていきます。出来上がりがとても楽しみです。ではとてもいい香りがしてきたので開けたいと思います。あー、とても美味しそうに出来上がりました。本当にいい香りがしてます。キノコの香りと磯の香りとしじみの香りとも混ざって幸せですではこれで島根県宍道湖産のしじみを使った水炊きの完成です。いただきます。とてもいい香りがしております。しじみのエキスが出て出汁がとても美味しいので多めに入れたいと思います。お出汁をいただきます。うん、しじみのエキスが出ていて体に染み渡る美味しさです。塩とお醤油を少なめにしているので、やはりしじみの味がガツンときてとても美味しいです。では板わかめをいただきます。うん、とても歯ごたえがあって、普段食べているわかめはすぐスルッとなくなってしまうんですけれど、この板わかめは本当にシャキシャキで、わかめというよりなんかメカブとかそういったくらいの食感がございます。せっかくですのでしじみの身も食べたいと思います。うん、とても甘いです。全然臭みがなくて本当に濃厚な味がしております。そしてお鍋の締めといいますと、お米を入れて雑炊にしたりですとか、おうどんで締めをされる方がとても多いと思うんですけれども、私はこちらのスライス餅がおすすめです。このようにお鍋に入れて、とても弾力があって美味しいです。お子様でもスライスしたお餅なので喉にすっかえることがなくて食べやすいかと思います。本日は島根県宍道湖産の美味しいしじみを使った水炊きで身も心もポカポカに温まることができました。島根県宍道湖産のしじみを使った水炊き最高です。ごちそうさまでした。 JAL ふるさと応援隊として島根県内でさまざまな活動を行っております。その中で最も印象的だったのが、日の岬海岸で清掃活動に参加した時のことです。地元の方々が熱心に清掃活動に参加されておりまして、その姿にとても感動いたしました。また宍道湖においても地元の方々がボランティアで清掃活動に参加されており、そういった地元の方々の地道な努力によって美味しい海産物が守られているのだと感じました。私どもも
美味しい海産物を守る一つのきっかけとしてこういった活動にも参加してまいりたいと思います。またおすすめしたいご当地グルメはサザエ丼です。私は清掃活動の際に日野岬でいただいたのですが、沖ノ島名物として知られています。サザエのつぼ焼きを細かく刻んで卵とじにした丼で、食べた時はその美味しさに感激いたしました。沖ノ島、出雲に行かれた際はぜひ食べてみてくださいね。皆様も魅力たっぷりの島根県にぜひお出かけください。いかがでしたでしょうか。本日は島根県産しじみを使った水炊きをご紹介いたしました。レシピは概要欄に載せておりますので、ぜひ皆さん作ってみてくださいね。もしこの動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。